はいどうも、パプンテージーリーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は、栃木対大分、佐ぬ対北,北九州、同時プレビューということでやっていこうと、よろしくお願いいたしますと。ということで、さあ、大分、北九州、まあ、両者。 え何か勝ってる者同士というところで、まあ、大分はプロフですね、昨日、中崎が興奮引き分けたんで勝ち点1ゲット、まあ逆に大分が勝てばですけどもね、上との差を縮めることができるというところなんですよね。で、栃木もね、多分残留大丈夫かなという感じではあったんですけど、ここに来て大失速でピンチというところなんで、まあ、両者調子が悪い中で、勝ち切ることができるかどうかというところですね。そして北九州は残留ですね、これを諦めちゃいかんというところで、 ございいますんでさこここの試合見どころやっていくことですよろしくお願いいたしますと、えー、いうことでまずこちら栃木大分とねいうことで現在栃木勝ち点42で19とねいうことですねで対する大分勝ち点54で11と、えー、いうのが両者の今シーズンの成績にはなってきますで 栃木ですけどもね、一時期本当調子良かったんですけども、ここに来て4連敗と、えー、いうことですね。4連敗でその間ね、1得点で、えー、4、5、7失点か、まあ5試合で本当町田戦、町田に勝った後一気にこうね、落ちていたみたいなところありますんで、どうしたっていうところ、本当5試合で2点しか取れておりませんし、まあ4連敗中に限って言うと1点しか。 取れておりまませんこの、まあ、イスマイラ選手とかは、ね、補強がうまくいってはいたんですけどもただ、この試合からですか、ね、ゴールキーパーの、えー、藤田選手ですねアジア大会で大活躍した藤田選手が帰ってきますんでちょっとか藤田選手がいない期間もかぶっ,ってというところなんでまあ、ゴールキーパー藤田選手この試合チームを勝利に導くことができるかどうかといったところでしょうかね。で 対する大の直近5試合はミト戦勝利以外は勝ちなしというところで、現在2試合連続で0-1というところで点が取れておりませんね。で、まあ、前回はだからね、ペレラ選手が退場になってしまったゲームですよね。もう2週間前ですかね。そして稲見選手のゴラストで負けた試合にはなってきますんで、この試合センターバックはどういう構成になるかでしょうね。まあ、 4バックか3バックーってところも含めてですけどもねまあ3バックであればねデルラン選手とサッカー選手とかねハンラ選手が入る可能性もありますけどもね中いうことでまあ大分はメンバー構成含めて注目のゲームというところですよねでこちら でこれが両チーム、前回選抜メンバーというところになってきます、まあここからだから多分、ね、羽根田選手はセンターバックにもある可能性もありますしまあ、どういうメンバー構成で来るかまあ、下平監督ってうまくいってないとまあ人を変えることもありますがただ、まあどっちかというと人を変えるよりもやっぱシステム、フォーメーションを変更してくる傾向がありますんでまたスリーバック、ただペレラ選手がいないので3バックはないのかもしれませんけどね、まあちょっと中盤の構成変えるとかはあるかもしれませんね。でまああと栃木栃木に関しては最近 イスマイラ選手は途中から出ることも増えておりますので、まあ、どのタイミングで、ね、イスマイラ選手が入るかどうかというところも注目選るというところでしょうかね。はい で、これが両地の数字的な話にはえなってきますが、栃木、えー、栃木はまあこんな感じで、まあやっぱ守備のところの粘りですね、えー、一試合平均失点数は1.1なんで、これは社試合平均失点数に関して大分よりも低いというところですよね。で、まあ大分だからね、守備のところの指標がじゃあ特別悪いかっていうと、一試合平均非シュート数もそんな打たれていないし、非チャンス構築率も、まあ、J2 の中で上の方にはなってきますんで、そんなね、バカスコ攻め込まれてるわけでもないんですが、例えば非シュート成功率が高い。 高いとか、まあ、ゴールまで崩されて失点みたいなところありますんで、まあねちょっと栃木がですけどどういう攻めをしてくるかどうか、ワ、ま、ン、あ、トップ、ツーシャドウの栃木になってきますんでね、ね、まあ、チームスタイル的に大分がボール持ちたいで、栃木はボール持ちたくないチームにはなりますんで、まあ、両者ともですけど、ねまあ、自分たちのチームスタイルが出しやすい対戦にはなるんじゃなかろうかというところになってきますよね。はい で、あと、そう、ゴール期待値のところですね、ゴール期待値のところ見てもらったら、えー、分かるんですけども、あの、非の方ですね、非ゴール期待値に関して大分は実は1試合平均1.0失点なんです。これね、まあ、ゴール北非ゴール北地にはなってきますが、1試合平均1.0点、まあ、1試合で1点取られるかどうかとか、それぐらいの失点数であるはずなんだけど実際1.3失点にはなっておりますんで、まあ、データがすべてじゃないですけどね、まあ、もうちょっとなんか実際は得点を抑えることがあ、失点か、失点を抑えることができるんじゃないか中う、えー、大分にはなってきますけど ね、はい。 でこれが得点パターン、失点パターンですが、やっぱ栃木はとにかくセットプレーですね、もうセットプレーに命かけてきますんで、もうセットプレー、変なところでファールしないとか、えー、まあコーナーキックはしょうがないっちゃしょうがないところもありますけどもね、ねまあそこをどういうふうに抑えるそれこそね跳ね返せるペラ選手がいない、まあ、このヘディングでね競り勝てることができる、えー、ペラ選手いないんで、まあ、セットプレーとか、えー、クロスの跳ね返し、ここを大分誰が、えー、担うのことねいうところでしょうかね、でまあ、失点パターンに関しての栃木はセットプレーからやられておりますんで、逆に置いたからしたら、えー、ゴール 前でね深いところでファールもらうとかねコーナーキックから、えー、どんだけ得点になることができるか,どうかというところでしょうかね。はいで、これがその他90分間のスタッフにはなってきますが、一応こんな感じには。 えー、なっております、まあ、両者ね、オフェンス面の数字で言うと、まあ、大分はだから平均値よりも大体いい数字も多いと、ただ他の数字で言うと、まあ、ぱっと見ではいい数字、悪い数字が、えー、極端に出てる感じのあ,ありますよね。まあ、栃木だとまあこんな感じで、まあこの他の札っていうのは、基本的にオフェンス側の数字ですよね。これ、オフェンスの項目が、えー、数字として並んでおりますんで、まあ、ディフェンシブなし栃木に関してはですけどね、この辺の数字はあまり上がってこないとねいうところにってきます。さあ、えー、大分は栃木どどういうういに攻略するか,どうか、まあ 鍵はセットプレー。これは間違いないんじゃないかな？っていうのは感じますけどもね。はい。 でえー、北九州でございますけどもね、北九州、ぬきというところやってきます。現在、勝ち点36で、えー、16位というところで、北九州は勝ち点24で20位、まあちょっと悪い流れを小林慎二監督でも断ち切ることができていないというところですよね。でまあ、両者、直近5試合はぬきが2、えー、分け3敗ということで、ぬきもね、勝てていないんですね、最近勝てていないぬきになってきます北九州も、えー、勝てていないんで、まあ、両者、ね、状況は似ているのかなという感じがします。まあね、北 しねし、北九州は、ねまあ、完封試合1試合しかありませんがまあ、5試合中ね、ねまあ、最少失点のゲームもありますんでまあ、ディフェンス面は僕は頑張ってただ、5試合で1点じゃやっぱり勝つことはできないとね5試合で1点はちょっとね厳しいなというのは正直ありますが、まあ、夏場に外国人選手補強したんですけどもねまあ、そこも含めてなかなかうまくいってない感がありますけどまあ、とにかく得点というところでしょうかね。はい でこれが、えー、過去の対戦成績にはなってきますけども北九州実は2勝1分けということで直近3試合勝ち越してる相手にはなってきますし今年ね本当勝率自体は北九州少ないですけどもね讃岐、えー、には勝ってというところなのでその時きの自信ですね、えー、自信つけてこの試合は挑んでほしいというところになってきますけどもね。はい でこ両チ、えームの数字の話ですけどもね、さぬきはディフェンスの数字はいいんですよね、まあ、非チャンス構築率が少ないとか、ねまあ、非シュートの数も少ない、ただ、まあ、非ゴールの数は若干高いんで、まあ、非成功率ちょっと、この非ゴールの数は関連している感じがします、まあ、そんなピンチを迎えるチームでもないんですけども、ただ、数少ないチャンス、相手のチャンスで決められてしまっているみたいなところがあるかもしれませんね、でまあと北九州は、いつも出しているので、こんな感じのねいうところになってきます。でこちら これが得点はまだ失点パターンですが、3抜きもセットプレーから8点取ってますんで、まあ、北九州とセットプレーの時のディフェンスというとろが気にな,なってきそう。まあ、流れからの失点、北九州本当に、ね、失点数はね、失点数は北九州少ないんで、まあ、やっぱりある程度リスクをかけてほしいですよね。まあ、オフェンス、点取る、勝ち点3取てるというところに、まあえー、少しリスクをかけて、ね、やってもいいんじゃないかというのは正直ありますよね。はい、で、これが、えー、90分間換算のスタにはなってきますが、一応こんな感じで。 えー、いうところでございます。まあ、両者ともいい数字はないと。えー、そんなにはないと、えー。いうところなんで、まあ、ちょっとさぬきもね、北九州も苦しい時期を過ごしております。まあ、ほんと一つの勝ち、まあ、残りゲーム本当少なくなってきておりますので、一つの勝利というところは北九州最後逆転を、えー、逆転残りに向けてほんと大事にはなってきますので、ほんと早いところ一生上げてほしいというところできますけどもね。はい。ということで、こ,うこ,こにありません、ね、以上、パラブンテージ、サッカーチャンネルのつつむじかたちゃんとます。さの